おはようございます。松井です。あなたは体にいい音って知ってます？まあ今ネットでね、いろいろ叩いて調べたんですけども、結構密かに話題になってる、まあ、音と脳の関係だったり、こうモーツァルトが体にいいよとか、いろんなね、そんな話がネットの中で飛び交ってるんですけど、実は体にね、いい音だったり体に悪い音っていうのが、まあ、存在するっていう話がまことしやかに語られてるわけですよね。で、あなたはこの話を信じますか？僕は、まあ、結構信じるんですよ。なんでかっていうと、まあ、毎日僕仕事をしてるんですけど、このハードディスク の起動音、まあ、ここにあるんですけど、これが嫌いで、長時間聞いてると結構まあ体が体調悪くなるんですよね。で、ヘッドホンで耳を塞いでいてもそのハードディスクの影響を感じちゃうんですよね。まあ、いやいや、それは松井さんの思い込みでしょっていう意見もあると思います。で、まあ確かにその通りなのかもしれません。まあ、果たして本当に体にいい音とか、まあ、体に悪い音っていうのが存在するのかっていうことについて、その真相について、お聞きしたいなと思うんですよね。そう、まあね、音楽が体に影響を与えるって話は結構よく聞く話なんですけども、科学的なエビデンスって意外とあまりないらしいんですよね。そう、まあ実際のところね、いろいろ調べてみたんですけど、なんかモーツァルトの周波数がいいよとか、なんか音は全身で聞いてるよとか、ソルフェジオ周波数がどうのこうのとか、まあ、メロディーじゃなくて実はリズムで認知能力とか上がるんだよみたいな、こう結構いろんなさまざまな意見とかデータとか、なんかそういうふうな話があって、何が本当でどんな話になってるのかちょっと分かんないんですよね。まあ、でもこう音楽や音っていうものによって体調が変わるっていうのは、経験則からまあ納得できるなって思うんですよね。こうすっごいこう耳障りな音をずっと聞いてると、やっぱり気分は悪くなるっていうか、工事の音がね、近くでずっとしてるとやっぱり気分が悪いというか、調子も悪くなっていく風に感じるんですよ。逆にその、まあ、自然の中で自然音を聞いてたり、鳥の鳴き声とかね、こうチュンチュンって言ったり、あとはこうなんだろう、すごいこう葉っぱがこうサササササってこうね、風に揺られて擦れる音とか、そういう風な音の中にいるとやっぱり癒されるっていうか、気分が良くなるっていうか、まあ、なんでそういう風なこう音のね、音で体調が変わるってあると思うんですよ。例えば音楽でもこうロックを聴いてる時とクラシックを聴いてる時って全然こうテンションとか、まあ、心拍数とかね、違うと思うんですよね。そう、まあ、なんでこのね、仙人さんに体にいい音ってあるんですかとか、あるんだったらどんな音がいいんですかとか、それをどうやって日常に取り入れますかっていう質問をしたいなと思いました。まあなんかね、結構スピリチュアル系の人とかで、なんかクリスタルボールとか、なんかマナーズサウンドとか、528Hz の周波数の音がいいよとか、なんかこの音は消化体がどうのこうのとか、なんかトラウマを取り除く周波数とか、いろんなね話があるんですけど、そう、山奥に住む謎の人物仙人さんはどう解釈するのか、そのあたりをね、ぜひ聞いてみたいなと思いました。え、仙人さんって誰ですかっていうね、そういう人もいると思うんですけど、詳細はこの下のリンクを押してもらったら、その先にレポートを手に入れるので、まあ、そのレポートの中に書いています。そう、まあ、そのレポート読んだら、だいたい仙人さんっていうのはどんな人物かっていうのが分かると思うんですよね。で、それと同時に、まあ、体の機能を自然にこうマックスに高める3つのポイントっていうのがあるんですけど、そのポイントっていうのも分かりますので、まあ、このレポート読むだけで得するので、ぜひ読んでほしいなと思います。逆にこれ読まないと、まあ、損をしますね。まあ、僕自身健康は結構好きでかなり勉強してたんですけども、もうこのレポートを読む前はですね、そのなんかこう、これを食べちゃダメとか、これはこうじゃないとダメみたいな感じで、かなり脅迫観念的なね、健康マニアでサプリはこれとかってやってたんですけど、まあその時は全然不健康だったというか、まあね、ぜひこの3つのポイントを確認すれば僕の言ってることが分かるんで、確認してほしいんですけども。そうで、まあ、僕自身、この仙人さんから健康について学んで、まあ、便秘がね解消して、セックスレスも解消したんですよ。あるね、食材を組み合わせたジュースっていうのと、
あとはね、心理的なその障壁を解除する方法っていうのを組み合わせて、うん、便秘とね、セックスレスを解消していったんですけど、まあ、どのように解消したかっていうのは、まあ、またね、機会があれば詳しくお話ししますけども、まあ、いち早くね、このセックスレスとか便秘っていうのを解消したいとか、うん、そうですね、健康のその脅迫観念から解放されたいとか、なんかこう健康気使ってるけどうまく体調が良くないなっていう人は、最新のね、この健康情報にアクセスして、うん、見てほしいなと思います。で、まあ、話は変わるんですけど、まあ、この音の影響についてなんですけど、まあ、結構バカにできないと思うんですよね、うん、でさっきも話したかもしれないんですけど、人間ってこう耳だけで音を聞いてるんじゃなくて、体全身で音を聞いてるらしいんですよね。これ聞いた時僕自身はかなり驚いたんですけども、もうは？何言ってんですか？みたいに思ったんですけども、もしかしたら僕と同じように、いや何、音は耳で聞くんですよってね、いう意見があると思いますので、まあそういう人はこの以下のね、再生ボタンというか、まあ、ブログの方にですね、あの動画を貼ってますので、その動画を確認してほしいんですけども、その動画の中でこうマリンバを叩いてるエブリン・グレニーさんっていう人かなっていう人がいるんですけど、これはこの人聴覚障害なんですね。難聴というか、ほんとかすかにしか聞こえないっていう人なんですけど、一般人よりも音を近くしています。うん、音色とかもよく分かってるんですよね。そうで、なんでそんなことができるのかなって考えた時に、やっぱ音って振動じゃないですか。こういう空気が揺れてるわけですよね。で、水ってその空気の振動を当てるとこう揺れますよね。うん、そして人間の体って 70% は水分でできてるわけですよ。だからこそね、その振動ですよね、その振動は音として知覚しようがしまいが体にね、影響を与えるんじゃないかと思っています。で、実際問題、その聞こえない音、うん、ウルトラサウンドとか、まあよくわかんないんですけど、そういうふうな音が実は癒し効果があるよっていう、なんか研究結果もあるみたいですね。で、CD あるじゃないですか。あの CD っていうのは、その人が聞こえる周波数しか、記録されてないんで、実はこう、癒し効果が薄かったり、感動っていうのは感じにくいっていうね、何かそういうふうなデータが、なんか HMV かなんかの記事にあったんですけど、まあ、またね、探して、あればここに貼っとくんですけど、なんか、水にいい音を聞かすと、結晶が綺麗になったり、あと悪い音を聞かすと結晶が乱れるなんていうね、なんかそんな感じの本があったと思うんですけども、なんか結晶の写真がいっぱい載ってる。あったと思うんですけど、まあ、それと同じように、やっぱりいい音に触れると、こう体の水分の結晶が良くなって、パフォーマンスが上がるんじゃないかな、とかね、思います。少なくとも僕の経験則ではそうだと思います。あなたはどう思うでしょうか？うん、まあね、まああなたがどう思うかはあなたが決めることなんで、まあ僕がどうこう言うわけではないんですけども、で、もしもですよ、音が体にいい影響を与えたり悪い影響を与えるとしたら、その詳細について知りたいと思いませんか？僕は思います。うん、もしかしたらこのね、最新レポートの中で紹介されている、最新の健康学ですね、うん、の中でその真相について仙人さんから、うん、意見がね、公開されるかもしれません。そう、まあね、その質問の答えがちゃんと出てくるかどうかっていうのは分かんないんですけど、でも最低限このね、新しい、このレポートに載ってる新しい健康学っていうのは、うん、僕のね、パフォーマンスを上げて収入と貯金額は増やしてくれました。そう、そして僕自身に勢力を取り戻させてくれて、まあ、ロマンチックな夜の回数がね、増えたっていうのは紛れもない事実です。あなたがもしね、音と脳の関係だけでなく、まあ、トータルな体の能力を引き出したいってね、そんな風に考えてるなら、収入と貯金を増やせるようなね、そういうハイパフォーマンスな仕事ができる体、脳の回転を目指したいと思うのなら、この最新情報 X パワーっていうのを、まあ、参加して聞いてみたらいいと思うんですよね。うん、ってことで、ここにリンクを貼っておきます。で、リスクゼロで、全て大切なことっていうのは学べます。まあ、もっとね、詳しい場合は、うん、いくらかお金を払って聞くってことも可能なんですけども、基本的にやるべきことというか大事なことっていうのはリスクゼロで学べるので、もう本当にとりあえず登録しておいたらいいと思うんですよね。うん、
で、いらなかったらもう途中でやめればいいと思うんで、はい、そんな感じです。それではね、今日も一日頑張ってください。チャオ。